ダイアログローファイレコーズ。日々さまざまな世代活動する表現者たちと出会い、即興パフォーマンスやセッションをする米澤一平が、日常的に彼らとの間で交わす表現や思考について、ゆるくも真剣でリアルな対話を携帯で簡易録音記録した音声コンテンツです。なんか1年のペースってあるんですか？忙しい人が。ああ、本当に1年によってガラッとそれは違って、本当に年によって振り付けの仕事がたくさんある時もあれば、本当にダンサーとしてという時もあったりで、でも今年とか去年から1年は、その私あの D リーグっていうところに所属したので、それがもう2週間に1回のペースで本番が来るみたいな状況だったので。マジっすか？え、それってずっとですか？10月から4月まで、はい、半年ぐらい。2週間に1回すごい。それ毎回新作なんですか？新作、毎回新作で、あの2分15秒なんですけど、バシッと見せられるものを作るっていう、まあ新しい、はい、試みというか私にとっては。なんでちょっと今年は忙しかったな、そっちが忙しい1年だったかな、ダンサーとしての。そうです。でもやっぱ作るの好きなんで、結構作る方にも回ったりして、やっぱりこう観点が違った、コンテンポレーとはまた違うから、なんかどうしたらその大きいステージで見せられるとか、構成とか振り付けもやっぱり違うし、いいなって思って。なんでだん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 分かってきたって感じですね。なんかそのフィードバックみたいなのやっぱやるとあるんですか？なんかやっても実感っていうか。ありますあります。あります。どれが一番なんかその実感になるフィードバックなんですか？すっごいもうすごいもう明らかな話を言うと、カウントっていうものがあるとやっぱり動きが揃うってことを学びました。すげえ。やっぱりコンテンポラリーってこうイメージとか、その空間で共有するものとか、そういうあの私はそういうのをこう使って作品とか作ってるんですけど、やっぱ反面 D リーグってやっぱみんなで揃って見せるっていうところってやっぱ大きいんですよね、強いんですよね、軍として。なんでカウントの数え方を学びました。へえ。でもすごいちゃんとその対応できたんですね。まあギリ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 。でもなんかそうなってくると、他の自分の作品とか作っててもやっぱ揃うとこは揃わないとってやっぱ思うところもあって、正直やっぱりこう動きで見せて現象とか起きるっていうのって、やっぱ発せられた空気が同じタイミングで動かなきゃ意味がないなっていうのは思ってて、今まではそこをなんとなくこう空気でってやったんですけど、やっぱそこもある程度こう軸があると、さらにこうみんなも安心してというか、もちろんその瞬間の空気を察知するっていうことも大事だし、そこで一緒に合わせて動くっていうのもやっぱりこう理にかなってるというか、その使い分けっていうのは大事だなっていうのはすごい私は学びましたね。じゃあ自分の作品にかなりですよ、ちょっと今後少しですね、カウントというものが一つ技術として入ってくる。やばいですよ、もっと揃えてとか言うようになってて、あれ今まであさみさんあれみたいな、大丈夫大丈夫とか言ったのに揃ってない。すげえ。でもちゃんと自分の何でしょうね、やりたいことに生かしてますね。その手段がまさかカウントだったっていう一つ。一つ。でもやっぱそこでこう統率されてる美っていうのはやっぱ一個あるなと思うんで、なんでどっちも大事、どっちもやっぱ知っておくと、その作品には絶対意味がある経験だったなって思いますね。全然こうでもそうですね。なんかさ、コンテンポラリーダンスの実験作品と全然その使うなんか感覚とかの方が違う感じもするんですけれど、なんか。なんていうんだろうな、そこの行き来って結構できるのかな。最初苦労しました。やっぱりそっちの現場に入るとそっちの方でなっちゃって、やっぱ、違う方になるとやっぱそっちでこう切り替え最初はすごい難しくって、でもなんかどっちの良さも分かってくると、なんかそこでこう面白みというか自分が提案
できることっていうのが分かってきて、うん、でも本当に結構なんかさっきそっちのストリートの方は空間とかやっぱ構成とかがすごい好きなんで、もともとどうしたらそういうその振り付けが一番生きるかとか、どういう構成でどう動いたらいいかとか、そういう流れとかの方ではなんかすごいそっちの方で自分の頭が働いてるっていうのはだんだん分かってきて、もう振り付けとかはやっぱりそっちの専門のジャンルの人たちがいるから、私の仕事はそれをどうよく見せるかっていうところで、それはなんかコンテの作品を作る時でもすごいやっぱ考えてることだから、やっぱ切り替えもそうだし、一緒にこうどっちにも言えることみたいな共通点は、うん、そういうところで見つけたので、うん、後半はだからすごいやりやすかったわけじゃないけど、大変でしたけどもちろん、うん、でもやりがいを持って取り組めたから、結構自分が作品をなんかやりたい時、はい、それ常にやりたいなんか充電みたいなのもあるんですか？私の場合は結構充電も必要ですね。か結構だからたくさんは打てない。やっぱりこう1年に1回とかのペースで本当に自分の方向へみたいなのやるんですけど、まあ、その間にもちろんやりたいことはあるんですよ。あ、これ面白そうなテーマだなとか。でもそのためには結構本屋も行くし、人と会うし、いろいろ常に考えて興味があることが見つかっていって、じゃあその興味があることをもうちょっと調べてみたいなっていう時間もやっぱかかるし、なんで全然なんか常にあこれがいいこれがいいってアイデアが降ってくるとかそういうのはなくて、まず最初にそのテーマっていうか、はい、なんだろうな、興味を深掘りそのするためのテーマみたいなのが最初にまず出てきて、はい、それが出てきたらもうなんだろう、これを深掘りするためにはこっちの方調べてみようかなとか、本だったらこの種類のところ行ったらいいんだろうなとか、それで、うん、この種類のところのじゃあ違う側面から見たらどういうことだろうなとか、また、はい、とか人にも話しますけど、こういうアイディアってどう思うとか、そしたらなんかその人の考えで、あ、実はこういうのがつながるかもよとか、こういう話知ってるんだけどとか、じゃあどんな人に、そうですね、私の場合は、クロスくんですね。あ、そうなんだ、はい、アイデアも結構出して、話したらこの間作った作品出てくれて、それもだから結構話して、こういうのやりたいんだけど、こういうシーンなんだけどって言ったら、でもやりたいことこっちでしょ、だったらこうした方がもっと見えるんじゃないのとか、彼もやっぱ振り付け家なんで、作品を本当に外から見る目を持っているので、私がなんかこうなんだって言ったら なんでそうなのみたいなのを聞いてくれる人、あ、はい、結構感覚でやっちゃうんですよ。こうだからこうでしょみたいな、その意味が分かんないってよく言われてあ、でもそこ一回やり取りしとくと、なんだろう、実際いざその一緒にやるダンサーたちとそうなんです、やっぱりこう理解しやすい、例えば例があったりとか、うん、ここがこうだからこうなるよとか、私そこ結構飛び抜かしちゃうんですよ。1+1は2じゃなくて2だよねって言っちゃうタイプなんでどう2になったのか、そう、2と5がそこ並ぶんだよって言っちゃうタイプなんで、どうしてそれが2と5なのかっていうところをなんかやっぱ作るときにある程度しっかり共有することが大事じゃないですか。まあその稽古中にそれをこう質問されると結構大変ですもんね、自分にとってそれをもう一回、でもそのだろう、訓練が事前にクロスさんの中でできておく、はい、でも結構ダンサーも質問してくれるのもありがたいです。だから、うん、ここどういうことなんですかとか、ここはどういうシーンなんですかとか、もちろん説明はするんですけど、やっぱり分からなかったところを聞いてくれるとすごい助かるし、最近でいうと笠松さんにも話しました。結構最近さ、そのいろんな人にちょっとこう事前に聞いてみる。そうかもしれないですね。前まではあんまり自分だけで、はい、話さなくて、本当に自分の頭の中でバンバンやってたんですけど、なんで人に話そうか。いやー、なんですかね、やっぱりこう、まあ、自分を信じてないわけじゃないですけど、まあ、その私が考えているところは、まあ、私にしか、私
個しか見えてないわけじゃない、うん、一側面でもそのなんか四角に見えてるけども私にはでも私は四角の面だけで進めてるけどでもいろんな人が意見を言ってくれると実はそれが正方形かもしれないじゃないですか、はい、でそれは絶対に作品を深めていった時に正方形の方がなんていうか深さがあるというか奥行きに違う側面そうなんですもちろんそれでそれを聞いた上でいやこれはあの四角でいいんだっていう判断はもちろんする時はありますけどやっぱりそういう違う可能性みたいなものはなんか聞くっていうことは絶対マイナスにはならない選択肢が増えるわけだからで正直もう私一人の頭なんてたかが知れてるんですよ。まあでもみんなそうですよね。みんな。なんでなんかそういろんな一人の人間でしかない。そして一人の人間でしかないから何人かでこうもなんか三人そういえば文字の中でしたけど、はい、そういうこともあるからなんか。いろんな意見をもらうっていうのは悪いことじゃないんだなっていうのはをって思っていて前も多分聞けなかったんですよ。それは何だろうやっぱ一人でなんか作んなきゃいけないっていうその自分の密度というか自分の濃度とかいや我が強くてプライドプライドなのかもうこうなんだ、うん、もう絶対こうっていう感じで、まあ、それも悪くはないんですけどもちろん、うんでもなんかより豊かになる選択肢としてそうですやっぱり作るっていうのはもちろ なんか私が作品に向か こう旅でもあるんですけどその作品に関わる人たちとのコミュニケーションの場でもあると思うので、うん、そうやって私は今はそうやってみんなとこう一緒に作り上げていくっていうのが素敵だなって思っているのでもちろん私はガイドするけどもそれをどう捉えるかっていうのはみんなで考えていきたいな。皆さんの作品に興味を持った傾向みたいなのがあるんですか？興味を持つ傾向ですか？それはあのですね、でつながりが一個大きいキーワードです。なんか私昔から孤独を感じてみんなそうなんですけど、うん、昔からなんか不安症候群みたいな感じで常に不安なんですよ。で、なんかだからプラス私なんでなんていうかなこう人間でいるのがあんま好きじゃなかったんですよ。なんか人間としての自分があんまり好きじゃなくて常にこうなんか自信がなくて不安でみたいなちょっと情緒不安定なんですけど、でなのでそういう時にこう自分じゃない何かになれるっていうのがいいなと思って私の場合はコンテンポラリーダンスを始めで、もう初期の頃から作品は人間じゃなかったんですよね。人間じゃないものって何だろう、はい、もし具体的に言うなら最初はそのどういうものっていうの例えば、あでも細胞とかもやりましたし、あとはなんか微生物もやりましたね。虫とかなんか小さいまたそうなんですなんかいやちっぽけなんですけど、アリとかがなんかすごい一生懸命こう前の人の匂いをたどって一列組んで餌を運びに行く姿とかもうなんてけなげだろうって思ったりとか、あでもなんかそういうところになんかちょっと共感があるんですね。でもなんかこう匂い消しちゃうと路頭に迷うじゃないですかあの人たち。でもそうやってこうあのまた道を見つけてこう人間だったらなんかそういうパッて取れちゃうものだけど、あの子たちはこう本能に従ってこう一生懸命次の一歩を紡いでいく感じが私は愛しいなと思って、はい、でそういうむしろそういう生き物周りの生き物たちの姿の方がなんか私にはいろいろ教えてくれるなと思って、はい、そのままで美しいじゃないですか。そうですね、まあ自然っていうかなんか、ね、なんかそうですよね、なんか動機がもう全部なんか あるように見えるというか、迷いがないような感じで見えますし、ね、細胞とかがもう生きるのになんか直接全然関係ないですけど、なんか小さい頃あの自分が住んでたアパートの
スをいじるのがすごい好きで、あのアリがこうなんだろうな、多分2、3歳ぐらいだったと思うんですけど、ポテトチップスのなんかこうクズをねこう作ってこう並べると、その形にこうねアリがね列を作るというのが、なんかすごいそれを遊びにしててもう独特な遊びですね。うん、アリの巣を見つけたら、そこからこうやってあのカスをどんどんこうなんでしょうね、ヘンゼルとグレーテルのパンカスみたいな感じでどんどん落としていって、はい、でそれでこう絵を描くというか、へえ、そういう遊びをあの、まあ、すごい楽しんでたんですけど、まあやめたんですよ。やめた理由は、あのなんかそういう遊びをしてたら、ある日なんか家に帰った時に、あのそのアリの巣がうちまで続いてて、うちがすごいアリまみれになってたっていうことを小さい時に経験して、もうついてきたんですね、そのまま。そうそうそう、多分だからそのね、ちゃんとそこだけをさ、外で、ね、あの、ね、食べかしをコントロールできてたらよかったんだけど、多分バーって多分家からその落としちゃってたんでしょうね、なんか。はい、それはダメになりますね。ダメになりますね、というなんかすごいなんか出てきた、脱線した関係のない話が衝撃の衝撃の数、俺にとってのアリのエピソード面白い。でなんかそういうなんか自分の振り付けとかをこうやったりとか、そのダンサーとか、はい、なんか欲するダンサーっていうのか、なんかどういう基準で選んでるかあるんですか。ああ、そうですね、なんていうか、あ、難しい質問なんですけど、結構明確だとは思っていて、選んでる人たちは、なんだろう、作品で、自分の作品に必要で選んでる、あるいは、もうそのダンサーで選んでる、その人として選んでる。あ、でもなんか、ちなみに今度やる作品は、もうダンサーを先に決めました。それはその去年やった作品に出てもらったダンサーはそのまま出てくるんですけど、その作品の時はあれですね、まずもっと前の話になるんですけど、その前に作った作品があって、そこその作品はオーディションだったんですよ。でオーディションを受けに来てくれた女の子たちに振り付けたんですけど、なんだろうな、なんか勘がいい人、シンプルに言っちゃうと体が強くて勘がいい人、うん、でそこまでなんか別に私はあれ、まあ、スキルも大事なんですけど、何をもってスキルなのかっていうところから始まっちゃうので、まあ、ある程度はベーシックを踊れてほしいんですけど、でも私の作品ってそんななんかスキルをまだまだあの披露できるような振り付けじゃないので、むしろもっとこうなんか地面に這いつくばってるような作品なので、やっぱりそういう強い身体を持ってる人、しっかり踏ん張れる人っていうのは絶対大事で、あとはなんかそうですね、自分から提案するのが苦じゃない人かなと思っていて、なんか私も振り付けるんですけど、あのみんなで踊るところ以外は出るシーン、出る子たち、そのシーンに出る子たちにこういうイメージなんだって、こういう風に動いてみてたのかなと、その子がこういう風に動いたからさ、ちょっと低めでこういうイメージで動いてほしいんだけどって結構動いてもらうことが多くて、なのでその時にやっぱりこういうことかなってこうチャレンジしてくれる人じゃないと進まないかなと。振り覚えが早いのがいいことだと思うんですけど、提案されたものしかできないとちょっと厳しいなって、うん、でもそれが振り付けをやる上でのコミュニケーションとして必要なスキルみたいな。そうですね、すごい助かる全部振り付けるのはしんどい、はい、あでも個性、何を持って個性か、これも難しいんですけど、なんかその人のオリジナルを感じるのも好きです、うん、なんか、うん、うまく踊れてもその人が踊る意味を感じないと嫌だなって思っちゃうので、なんか誰でもいいってなっちゃうじゃないですか。だからなんか器用な人よりももうちょっと不器用でも味がある人を取っちゃうかなって。へー
あでもやっぱそのオーディションとかでもやってる時にでも自分の中でバランスをなんかやっぱり見てますよね。なんか面白いね。見てますね。やっぱそれもありますね。バランスがいいっていうのもありますよね。やっぱ作品にとって、うん、なんとなく役割ありますよね。あります、ね、確実にあります。こういう子いたらこうなるだろうなとか、うん、こういう子がいるんだったらじゃあこういう子も欲しいなとか、全員集めて踊ったらバラバラとか困るんですけどね。あどうしようみたいな。一人一人は素敵なんだけどみんなで踊ったらもうカオスだみたいな。そこのディレクションはもうなんか ね頑張るしかない。あ結構そういうのが好きで。あでもそれもまあ一つの楽しさですよね。はい、うん、ね。みんなの個性をどうこうまとめるかっていうのも結構好きかなと。しかし感動ですね。でも私が結構なんかなんていうかなあんまりこう、うん、あの友情不断っていうかなんかこう多分みんなにとって不安要素いだなんですよ多分、なんかまず振り覚えない振り付けた振りすぐ忘れるなのでダンサーみんな後ろにパッていて私が振り来るじゃないですか。もう映像撮ってますから忘れるから私が大事大事でみんなもうその映像動画を見てもういいですあの振り起こしするんでたくましいですだからいやでもなんだろうそれが逆にあっちにとってもスムーズというかやり方もなってますたくましいです本当にみんなたくましいですこいつやばいから何とかしなきゃみたいなはいそういう頼りがいがあるメンバーです。いやいや今じゃあ7月に向かってこれから。そうですね。今何割ぐらいですか。ゼロです。これから。はい。私の頭の中は6割。あでも実際ゼロ。ゼロ。はい。みんなも不安だろうに。でもこれまでのなんか作り上げてるなんだろう、はい、その経験があればまあ最終的には伊田さんなんとかしてくれるでしょう。なんとかせねば。でも、うん、予想ではいい作品になる予想は出てます。はい、そこは確信というかね。はい、それは大丈夫だと思います。ちなみに即興ってどうですか？あ、即興、でも私いつも振り作るとき即興なんですよ。あ、うん、もう即興から。そうですね、なんかあとは即興から始まったみたいなもんで私も。うん私もとか言っていやもちろんダンスが東野陽子さん、あ東野さん、そうなんです。そこであのコンテンポラリー始めたんでもう行くともう即興常に即興でもう怒られる即興で怒られる怒られるんですよあまた同じことしてるはい出てきたみたいなもう陽子さんにビシバシしごかれ何年ぐらいからだろう4年ぐらいかなた気がしますね。すごい楽しかったです。やっぱそこでなんかその、まあ、レパートリーだったりとかちょっと強度みたいなのが養われる。陽子さん強いんですよあの人こそ即興化けああなんか俺っていうワードというかそれを知ってから調べたときにやっぱ東野さんすぐ出てきましたね。陽子さんは本当に即興強くてあの人もでもなんかすごいいろんなところでずっと即興やって渡り歩いてる人なんでやっぱ、うん、でも陽子さん見てかっこいいなコンテって思ったのもあるからああいう人に私もなりたいじゃないですけど影響はめちゃくちゃ受けてます。そこで結構自分のなんだろうダンスの一応方向性が一つなんで。あ、でもそうだと思います。なんか元々その筑波大にのそうなんですよ。行った時に平山元子先生が私の恩師なんですけど、なんで最初はもうあの平山元子先生の美しい踊ってる姿を見て、俳優ダンサーにもなりたいってこう一瞬思ったんですよ。でレッスンもちょっと行ったんですけど。なんかこれは違うぞ、お様子がおかしいぞって思ってで、ふりおこさんと出会って即興出会って
こっちだ。まあ自分としてね。はい、まとこ先生は本当にでも、私ダンサーとしても作品何度泣いてるか分かんないぐらい、もうすごい素敵だなって思って、自分の方向性というか、自分が好きなものと自分ができることってやっぱり違うなと思って、その時に気づいて、めちゃくちゃまとこ先生好き、まとこ先生の作品大好き、でも私ができることではないっていう悟って、はい、その時にそうですね、陽子さんの、すごい強い体とか、即興ベースの奇想天外な身体性っていうところに、私は何ていうか、何ていうか近いものを感じて、そしたら私でももしかしたらなんかこういうことはこう掘り下げてやってみてもね、なんかいいのかもしれないなってこう思って。すごい楽しい感じで、ちなみになんか4年っていうのはタイミングはなかったんですか？私あれです、イスラエルに行ってたんですよ。あ、そのタイミングで留学というか、留学じゃないか、でもカンパニー、最初はでも留学で1年文化庁のやつで、それも元子先生がサインっていうか推薦してくださって、でもう一人推薦者いるってなって、うん、東野陽子さんも書いてくれた。あ、もうだからもうあれはもう宝物です、私の二人の名前と名前をこう、はい、それで1年イスラエルで、そのままそこの、留学先のカンパニーに所属してっていう感じで、はい、いろいろな違い入ってますね。もうなんかすごい濃いとこ経験してる気はしてます。一番いいところを私は辿ってると思ってます。ハイブリッドがもうちょっとちゃんと頑張らなきゃなって思うんですけど、なんかなんていうか、すごい私でもダンス始めたのも遅いから、もうすっごい頑張ってこう作品頑張ってっていうか、私が好きで作品もたくさん作って踊って、イスラエルに行ってダンスのカンパニーに所属して、で海外のダンスってやっぱり会社員みたいな感じなんですよね。それでやっぱすごいなんかダンスに専念できるというか、そういう環境で、踊ってで帰ろうってなって帰ってきた時に、なんかなんだろうな、ちょっと客観的に見てみたいと思って自分を、すごい今までダンスしか見えてなかったんで、こうなっちゃうたり視野がすごい狭くなっちゃうタイプなんですよ。だから周りが見えてないし、きっと人間性もちょっと問題があるかもしれないしなんでこう帰ってきた時に、まあ、日本でまた生活するってなった時にやっぱダンスの環境も違うじゃないですか。だから一回こうダンスはやるかもしれないけど、一回そのダンスに距離を持ってなんか見てみるのもいいかなって思って、私実家も長野に帰ってたんですよ。俺めちゃくちゃちゃんといいやん、あんまり遅かったら帰りますからね。なんか長野のこういうなんか自然に囲まれそういう表現が好きな人たちとなんか踊るのも楽しいなってちょっと思ってたんです。ですけど、なんかやっぱりご縁があって、北村明子さんの作品とか、それこそ私が、まあ、小金井わかりますか？西郷病死さんっていう。ああ、西郷さん、わかります。浅井さんが呼んでくださったりとか、そういう作品作る場をくださったりとかして、なんかそう、一回ダンスから距離を置こうかなって思った時に、やっぱ引っ張ってくれる人たちが、たんですよね。ってなったらやっぱりそういう縁があるっていうことはもう、やっぱ続けていきたいことなんだろうなって思って、なんでなんかしっかりこう自分も今後どうしていきたいのかをしっかり考えつつ、ダンスに向き合うっていうことでちょっといこうかなって。前もダンスもそれ以外違うんだったんですけど、今はちゃんと自分の生活も大切、はい、でもダンスも大事っていう、はい、うん、
関わり方に変わってたんですよね。え、じゃあいくつの時だったんですか、一回その帰ってきて。帰ってきて32とかですかね、うん、その時。それもない、同じぐらい。あ、本当ですか。30過ぎると悩むんですよね。そうですね。まあどっかでちょっとこうなんか帰り見るっていうののタイミングにはなりますよね。しかもなんかこう同世代の人たちもこう一緒に並走してたつもりがこう横見るともういないんですよ。いたはずの人たちは、ね、あれってやっぱそこでもう続けるっていう選択肢を取ったってことに対してもうちょっとこう勝手ですけど責任持って考えていかないとなと思って、だって別に頼まれてやってるわけじゃないじゃないですか、自分がやりたくてやってるから。でもなんかそれだけじゃなくてじゃあなんで続けるのかっていうところも、しっかりこう考えながら続けないと、それこそ振り返った時に何もないっていう状態になっちゃうので、何もないことはないと思うんですけど、でもまあちょっと背負ってみるみたいなやってきたこととね、まあ、カルチャーの中にいるってことでもありますからね。チャンネル登録よろしくお願いします。